ウェポンアルファはアメリカ合衆国が開発した対戦迫撃砲。第二次世界大戦中、連合王国は従来の爆雷に加えて対戦前投げ兵器としてヘッジホッグやスキッドなどの対戦急砲を運用して大きな成果を上げていた。しかし、ドイツ海軍が開発した U-BOT-21 型など水中高速型の潜水艦に対しては 従来のソナーを呼び、対戦兵器では十分な有用性を確保できないことが判明しており、より強力なソナーと対戦火力が必要とされていた。この要請から、アメリカ海軍チャイナレーク海軍兵器試験所は、1944年により、次世代の対戦火力の開発を開始していた。これは、ロケット推進によって、 射程を延伸した対戦前投げ兵器で当初250ポンドの弾頭を有するモデル A と50ポンドの弾頭を有するモデル B の2種類が開発されていたがモデル B は高速化した潜水艦を撃破するには威力不足であると判断されたことから中止されモデル A のみが1951年に収益したの兵器は当初は イギリス軍式、フォネティックコードから、ウェポンエーブルと呼ばれていたが、間もなくなとフォネティックコードにちなんで、ウェポンアルファと呼ばれるようになった。また対戦ロケット弾は、1963年、ルールマイナス 4A の正式番号を与えられた。直進感を用いており、そのため、弾体は一部プラスチックを用いている。前半部が太く、半分がくびれた形状であり、 後端に、シュラウド形状の安定版が付く。非誘導兵器であり、固体ロケット推進により、空中を飛翔し、海中に落下後、目標潜水艦禁棒にて炸裂する。ランチャーのマーク108発射機は、当初ボフォース4 0ト、mm、ル機関砲の連装砲画を流用したものより開発していたが、後に専用設計のものが開発された。 丸みを帯びた、方塔状の形状をしており、単層の発射灯が伸びている。発射灯先端には、発射煙よけの覆いがあり、発射器後髪型にも発射煙の煙字が設けられている。マーク、108は、初言入力の後、旋回、行角は油圧により、全自動で動作する。旋回は、毎秒30度、行角は90度まで可能であり、毎秒85度である。 発射機下部にリング状のマガジンがあり、縦向きに22発が用意されている。発射塔を垂直にし、装填を行い、5秒ごとに一発を発射できる。アメリカ海軍では、単魚雷を投射するルールマイナス5、アスロック対戦ミサイルに代替されて、1969年までに運用を終了した。海上自衛隊もアメリカから供与を受けて、 秋月型護衛艦より運用を開始した。しかし、不発率が高く不評であり、艦によっては収益以来まともに発射できた記録がなかったとされている。このことから、1979年までに m 5 3 7 5 m m 対戦ロケット砲に換装している。アメリカ海軍海上自衛隊ウィキメディアコモンズには、ウェポンアルファに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。